But if you think Sanousi game is a really good start, it's a, and I'm happy how we can play today. All right, sometimes we kidding, and then it's a, this is a good message for everyone, or fans, or everyone, is that they enjoy today. Players enjoy play hockey today, and then it's a many times good is a message for people, so then I like it. I want to be the only positive, because then if we can play this 6-2 is a numbers, and we can win the game, so we have to be so happy. All right, don't get the many good chance, scoring chance, but we have a goalie there, and we played a really good today, and every guy's played a good level, and now we have a good feeling. But tomorrow is a new game, and we have to be so ready, but this game is tomorrow, and now we have to enjoy today. Maybe one thing what I have to say is that this season not so easy. Everyone understands that we not go to the playoff, and now it's of course we have to enjoy. We have only two games, Saturday and Sunday games. Only what is this team play together, and then it's every season is come the new team, and now we have to try to enjoy, and we have to give 100%. I'm sure the guys try that this next two games are really hard. まあ6対2っていう結果ですごい満足してます。相手にスコアリングチャンスを与えてるんですし、まあ、どっちに転がってもおかしくない試合であったことは間違いないと思います。まだそこがちょっと気の緩みとか、まあ、イージーに考えすぎたりとかそのところでミスからのやっぱり相手にスコアリングチャンスを与えるっていうのはうちの修正しなきゃいけないと思うので、これからやっぱそこを成長しなきゃいけないと思うので、そして明日相手ももちろんハードに来ますし、もちろんそれに対して準備しなきゃいけないと、しっかり、ね、勝ち切りたいと思います。まあ、プレーをいけないのはファンのためにも、まあ、いろんなアイスバックスに関わる人のためにも、やっぱり恥ずかしい試合は絶対できないので、しっかり勝ち切って、この2試合でやっていきたいと思います。まず、哲也さんに自分がパスして、哲也さんがちょっと抜いていったので、で、哲也さんの体勢もちょっときつかったので、打たないんじゃないかなと思って、で、逆サイドに走り込んで、兄がちょっと触って、まあ、自分のところにいいところに来たので、まあ、ゴッツァンゴールでしょう、はい、あと2試合勝てば5位っていうのも見えますし、まあ、そういうところを残された可能性のところを僕らは目指して残り2試合全力で勝ちに向かって戦っていきたいなと思います。やっぱり勝つ姿を見せなきゃいけないと思いますし、その中でも、まあ、個人としては自分のゴールを決めで、まあ、一緒にファンの方々で喜びたいなっていうのはすごい思います。まあ、1ピリの相手のスコアリングチャンスをゼロで抑えられたのは、まあ、試合をいい流れにできたのは良いかなとは自分でも思います。味方もしっかりシュートコース見せてくれたり頑張ってくれたので、まあ、僕は来たシュートをただ、まあ、止めるだけっていう、まあ、本当はパスでアシストしてみしたいんですけど、あれは、まあ、マクルが入れてくれたから感謝したいですね。昨日の時点でマクルーフ進出が消滅してしまったんですけど、まあ、今日から3連戦あるので、まあ、お金を払って見に行ってくださるお客さんのために、まあ、恥ずかしくない試合をしようっていうのは、まあ、僕の中でも決めてましたし、最後この3連戦しっかり3連勝してまあ、いつも応援してくださる皆さんに応えたいなっていう思いがあるので、まあ、今日は勝ってて良かったです。プレーオフがない状況の試合だったんで、まあ、来てくれるお客さんのために、まあ、なんか残していかないといけないかなと、まあ、一番なんていうんですかね、得点がいい印象を与えたりするので、まあ、今日そういうのをこう目標に頑張りました。まあ、井上選手止めてちょっと混戦になってたところパック出てきたので、パック持って前見たら結構スペースあったんで、まあ、スペースちょっと僕あったらスピード乗るかなと思ってスピードをこう信じて、なんですか、カットインして1対1してくれるディフェンスもいたんですけど、しっかり振り切った時にその斜めの横切る動きっていうのができてたので、そのレミキーパー対応切れてなかったかなと。で、空いてるところを狙いすまして打つ時間もあったので、結構、まあ、覚えておるゴールだと思います。2点目以外はそんな速いシュートじゃなくて、
パスするイメージで空いてるとこを打ってたんですけど、そのコースしっかり見えてたんで、よかったかな、はい。まあ、勝つの絶対ですけど、やっぱ何かしらこう僕のプレーでこうファンが盛り上がってくれれば次につながると思うので、僕自身こうそういうのをきっかけにしてモチベーション上げて頑張っていきたいなと思います。